演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートのスイーツモンスターと言われる2種類と、こちらの食べるぼこじろチョコアイスを食べたいと思います。なんだかすごいですね。怖いのか可愛いのかよくわからない。食べちゃうのかな、それとも食べられちゃうのかな。それはもちろん食べちゃうに決まってますよね。まずはこちらのチョコバナナクレープ。おお、四角いな。手に持つ感覚で中にバナナが入ってることが分かりますね。中身見せたいけど、これどうやっても割れないのでいただきます。可愛いだけじゃなくて甘くて美味しい。時にはざっくりとしっかりした部分もあるね。今後が楽しみなシリーズですね。こちらのチョコバナナのもちもちクレープは本当にクレープの生地がもっちもちで、弾力のあるクレープの生地を噛むと中からチョコバナナの甘さが広がってきて、バナナもしっかり食感を感じられて美味しかったです。やっぱりチョコとバナナの相性はいいですね。この子は一体どんなイメージなのかな。可愛いような、間抜けなような、へんてこなような、3つのうち2つが罵倒ってで、ちょっとなんかフランケンしたみたいな怖いとろっと、中身がまだちょっとね、なんてフランケンシュタインみたいなちょっと怖い牙を持ったこちらのサクッと食感のスティックドーナツ。もうサクッと食感のチョコスティックドーナツですね。ちゃんと噛むだけ話ですよね。本当に外側のドーナツ生地がサクッとしていて、中にはとろりとしたカスタードクリームが入っていました。サクッとした食感、かつて流行したクロワッサンドーナツを思い出させてくれましたね。で、エクレアみたいな形状で食べやすく、とてもおすすめできるドーナツです。ドーナツとエクレア、そしてクロワッサンが合わさった、そんな感じかな。自分は全部出しましたけど、袋からちょっとずつ出して食べれば下にボロボロ落ちる心配もありませんし、食べやすいですね。あと、さっきのチョコバナナクレープの採点を忘れていましたね。チョコバナナクレープもこちらのドーナツもどちらもこちらの点数とさせていただきます。それでは最後にこちらの食べる牧場チョコ。こちらは中に相変わらずのさっぱりミルクアイスの下に濃厚なチョコアイスが入っていて、さらにチョコソースも入っていました。ソースとアイス2種類のチョコがバニラとうまく混ざってとっても美味しかったです。変化があるというのがいいですね。なんかこの下に板チョコ食べてますけど、板チョコは入ってなかったな。書くなら入れてほしい気もしますけど、まあ美味しかったからいいか。というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。ファミリーマートの新商シリーズスイーツモンスター、今後はどんな怪物が出てくるのかな。ハロウィンにはまだ遠いですけどね。というわけで、春までに人形来るのよひな祭り、ひな人形届くかなーって心待ちにしてるのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。